はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はサカツクやっていきたいと思います。さあ今回はですね、今週の更新情報ということで、いよいよですねサカツクが25周年ということを迎えましてですね、トップ画面もこのように、サカツクの歴史を感じさせるですね画面になりましてですね、25周年というのが盛り上がってきておりまして、当然新ガチャの追加、そして新イベントの追加等々ね、今週も更新情報がありますのでしっかりと説明していきたいと思いますので、よかったら最後まで見ていってください。よろしくお願いします。では早速お知らせ画面にやってきたんですけども、まずはいつも通り今週の立ち回りについて説明させていただこうと思うんですが、今週はですね少し立ち回りが難しいかなというふうに個人的には思っております。なぜなら、通常としましてはですね、まずはねワールドツアーのヨーロッパ、こちらがやってきておりまして、まあ1週間これをやりましょうって簡単に言いたいところなんですけども、25周年のレジェンドマッチの第2弾が今回やってきておりまして、オフェンシブミッドフィルダー田地選手ということで、なんと今回ですね、周回イベントがですね2つ重なってると、そういう珍しいパターンとなってしまいました。なのでまず個人的な見解をさせていただきますと、今週1週間の最優先は下の方ですね、ヨーロッパツアーになりまして、なぜなら、レジェンドマッチの方はですね2週間開催期間がありますので、まあ今週はまずはワールドツアーヨーロッパの方をやってみましょうというふうに思っております。ただし、レジェンドマッチの方の田地選手をまず1枚獲得しといて、育成をできるようにしておいて、残りは、ヨーロッパツアーをやるっていうのが一番ね王道のやり方になるんじゃないかなというふうに個人的には思っております。ではまずねヨーロッパツアーの方から見ていきましょう。はい、ではヨーロッパツアーの画面にやってきました。星4監督コロッペ登場ということでね、今回はねリバプールの選手が登場ということになりまして、まあね、こちらガチャの方ともつながっていくんですけども、新監督コロッペが手に入るよということになっております。こちらのイベントの開催期間は1週間ということになっております。さあ注目はこちらですね、新アクセサリーということで、今回もですねベリーハードで入手可能な金のアクセサリーがありますよということになっておりまして、ザ・レッズのインナーシャツ、ザ・レッズのスパイク、ザ・レッズのスポーツバッグということで、こちらね着用条件が、右ウィング、ね、ライトウィングの選手だよということになっておりますので、それぞれ皆さん所持しているねライトウィングの選手に、まあどれだけの数の人数にねこの金アクセサリーをつけたいかというところを念頭に置きながらね1週間、ワールドツアーを周回していただくのがいいのかなというふうに思っております。はい、新監督コロッペ紹介していきましょう。中央突破ヒストリアオブザレッズ433のフォーメーションというところになっておりまして、監督アビリティは、ね、いつも通りなんですけど、オフェンスバリエーションというものが今回追加になりました。これがですね、まあ、こちら見ていただくと分かるように、オフェンシブミッドフィルダーとそしてフォワードの3ポジションそれぞれにですね汎用性があると、で緑と黄色と両方の色がついているというところになっておりまして、まあこれがですねオフェンスバリエーションというね監督アビリティということになっております。さあ必要プレイスタイルはセントラルミッドフィルダー、バランス、サイドバック、クロッサー、サイドバック両方とも指定でございます。そしてカバーリングディフェンダーとディフェンスリーダーということで、まあこれ見ていただいても分かるように ABCD ね、かなり後ろの方に必要プレイスタイルが集中しておりましてですね、前線はかなりバリエーションに富んだね、組み方ができるということがわかるかと思います。コンボ効果はシュート、タックル、マーク、スピード、そしてリバプール選手1人ごとに、まあね、2% 強化されるよということになっております。さあ今回のボックススカウトをですね、ヨーロッパツアーのボックススカウトで手に入れることができる選手がですね、このワイナルドゥム、ね、そしてロバートソン、アーナルド、ファンダイク、マティップの、ね、星4が手に入るよということになっておりますので、まあ、こちらの選手たちはぜひ逃さずにね、ボックススカウト引いてみてください。はい、続きましては25周年の第2弾のレジェンドマッチの方を見ていきましょう。オフェンシブミッドフィルダー田地選手ということで、サカツクスターズの、ね、選手が追加されました。まあ、これをねハジ選手でしょうね、ルーマニアのハジ選手が、モチーフとなっている選手だと思うんですけども、今回のね、選手もサカツクスターズの選手ですねってなっておりまして、今回ですねこのイベントのレジェンドマッチの中で星4監督ヘネバイラー監督をね再び登場したということになりまして、前回の第1弾の方ですでに手に入れてる方にとってはですね、なんと監督レベルが1上がると、今回もう1回獲得することによって監督レベルが1つ上がるというね非常にありがたい仕様になっております。さらに今回のレジェンドマッチの方もですね、1万ポイントに到達するごとに田地選手1枚と、あとはねサカツク25周年のチケットスカウトをですねこちら ×10 が手に入れることができますので、サカツクスターズ選手をですね集めていきたいっていう方はですね、ここでどん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 稼いでいただけるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ僕もそれをやろうと思っていたんですけども、まあヨーロッパツアーがね並行してやって
ってきた以上、まあこのね、25周年スカウトチケット集めるスピードはですね、どうしても今回緩んでしまうからな、緩んでしまうかなというふうに思っているのが、まあ、ちょっと残念な面ではありますね。はい、先ほども言いましたように開催日時ということで、これに関しては2週間にわたって続きますので、まあ、焦らずヨーロッパツアーを周回した後にですね、こちらのレジマの方は頑張っていただくのがいいかなというふうに思います。ヘネバイラー監督に関しましては2週間前にすでに登場しておりますので、詳しい説明は省かせていただきますけども、まあ、必ず5000ポイントで1回ね、ヘネバイラー監督が手に入りますので、レベル2、コーチレベル2にね、上げておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、今回登場した田地選手見ていきましょう。オフェンシブミッドフィルダー、国籍はルーマニア、総合値は8955。まあね、レジェマ選手っていう感じですね。もちろん得意戦術はカウンターと東欧の芸術家ということで、トリックスター系統となっております。特徴が白銀の左足、悪道、そして殿下の宝刀。スキルの方にね、 S ランクのコントロールフリーキック持ちというところになっておりましてですね、なかなか前回登場した奥村選手と比べちゃうと、今後ね、スキルの餌として活用するには少しね、それほど使える選手ではないかなというふうに思ってしまいますけども、まあ能力自体はね、8955まで持っていけたら十分使えますので、ぜひね、サカツクスターズ選手の一員として獲得していきましょう。はい、今回のレジェマもですね、現在やってきておりますピックアップスカウトから登場する選手たちが、ボーナス付き選手となっておりまして、もう皆さんすでに獲得してますよね。アンヘル、コレア、エクトル、エレーラ、フェリペの中の誰かをですね、チームに入れるとベンチだと 40%、 スタメンで入れると 80% のボーナスがつきます。僕自身はね、2人、オーダーに入れてですね、 160% つけてですね、ガンガン周回していくという形をとっておりますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、続きましてですね、サカツク25周年のキャンペーンまとめということでね、こちらをね、一緒に見ていきましょう。1996年2月23日に登場したものがね、プロサッカークラブを作ろう25周年となったよということでね、今回キャンペーンやってきております。見ていきましょう。まずはね、サカツク25周年記念スカウト、今回やってきましたリバプールの9人の新星5選手が登場するサカツク25周年記念スカウトね、中央突破染めとなっておりますので、中央突破のリバプール染めとなっておりますので、まあこのね、ここに出ておりますジェラード、そしてオーウェンを含めてね、欲しい方たくさんいるんじゃないかなというふうに思いますので、こちらのガチャに関しましてはね、次回さらに詳しく説明しようと思いますので、よかったらね、チャンネル登録して次回の動画も見ていただければというふうに思っております。ガチャの開催期間は1ヶ月ということになっております。さあ、続きまして星4選手スペシャルログインボーナスということで、先ほども紹介したジェラードとオーウェンの星4バージョンがですね、1日ログインすることに1人ずつ手に入るよということになっておりまして、こちらの選手たちもレーン特徴とキャプテン特徴の、まあちょっとね、少し弱くなったバージョンのものを持っておりますので、まあ、レーン特徴そしてキャプテン特徴体験してみたいという方はですね、ぜひこちらの選手たち育ててみるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、続きましてサカツク25周年記念のログインボーナスがやってくるよということで、初日に 2000GB もう僕ももらいました。そして期間合計で最大 3600GB もらえるよ。そして限界突破練習の1段階目2段階目も1個ずつもらえるよという非常に熱い、ログインボーナスが今回やってきておりますので、逃さずやってみてください。全部で15日間用意されておりまして、開催期間が3週間ということになっておりますので、まあ21日間ぐらいの間に15日ログインしていただければ、全てのね、ログインボーナスを網羅できるということになっておりますので、獲得してみてください。そして最後ですね、サカツク25周年記念ミッションということで、この期間中にですね、ミッション、試合を25試合行うと星5確定スカウトチケット3枚ということでね、まあまあまあ普通にやってる方にとってはね、初日でクリアできるものだと思いますので、ぜひね、手に入れちゃってください。さあ、そしてここからはね、まあ、いつもやってきてるようなキャンペーンですけども、アリーナリング 1.5 倍キャンペーンということでね、アリーナリング僕ね、最近枯渇してきてるんで、これ非常にありがたいなと、活用させてもらいましょう。こちら開催期間は2週間ということになっております。はい、そして最後ですね、経験値2倍キャンペーンということで、経験値が増量してるよということになりますが、この期間ね、選手非常に育てやすくなっておりますので、リバプール染めチームなどを作る方にとってはですね、非常にありがたいキャンペーンになってるかなというふうに思っております。そして友達招待キャンペーンなどもやってきておりまして、これがですね、25周年の全容となっております。はい、ではトップ画面
目に戻ってまいりました。今回はですね、サカツク25周年がやってきたですね、今週の更新情報前半戦ということで、ガチャ以外の部分を紹介していきましたけども、いかがだったでしょうか。もちろん皆さんもですね、お知らせ画面を見れば読み取れるところだと思うんですけども、まあこうやってですね、人が声に出して読んでいるのを見てですね、改めて気づくところもあればなというふうに思って動画にさせていただいております。明日ですね、次回の動画でさらにですね、ガチャの部分を詳しく見ていこうと思いますので、よかったらそちらの動画も楽しみにしていてください。今日の動画の内容良かったよ、分かりやすかったよって方はですね、よかったら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。ということで、サカツク25周年ということで、まだまだ続きますので、楽しんでね、サカツクやっていきましょう。今日はここまでにしたいと思います。失礼します。